せーの、しだかです。アピースピース。寝起き5秒マック。おはようございます。マクド、あ、関西人なのでマクド。聞きましたよ皆様、今寝起きの声すぎるよな。はい、ということで、めっちゃ久々に起きた瞬間にマクドドカ食いしたいっていう気分やったんで、まあちょっとウーバーイーツで、なので配達員さんがもう来る直前までゴロゴロしてたっていう状況になります。ということで、豚みたいな生活スタートです。せーの、伊丹空港。マクド今あれやってるやんな、今からかどうか分かんないけどさ、なんか海外の、うん、なんかバーバパパみたいな紫のさ、うん、なんか紫の飲み物がキャラクター来んやろ、うん、日本に。海外で流行ってるやつ楽しみっすね。いや結構楽しみなんだよね。てかなんかあのキャラクター何なの結局。分からん。バーバパパなんかの系列違うと思う。なんか今日ハッピーセット頼んでみてんけど、うん、なんかハローキティやってん、うん、ボンボチャが。でもキティちゃんとかもやるしかないよねっていうので、なんかさ最近キティちゃんに縁あるよな。そう、昨日あれよ、 MCM のイベントパーティーに行ったんやけど、うん、キティちゃんとコラボしてるからさ今。そうそうそう、 MCM がそれでもう白赤のスーツみたいな感じでキティちゃん、うん、昨日インスタ載せたんだけど。そう、あ、インスタフォローしてない方のよろしくお願いします。あ、お願いします。概要欄にねインスタ載せてるので、俺におごれさんの TikTok 見ました？TikToker なんかな、うん、あれは俺におごってください、すいませんご飯おごってくださいって急に街で声かけるんで、うん、けど、まあ、それで新タカちょっと何出てるので最新のやつで、うん、それもぜひ。バリいい人やったな。めっちゃいい人やった。おもろかったし。ええ、これ第2弾の方やん。え、なんか思ったよりでかこれ。応援グッズ何やねん。え、ちょっと待って、全然開かへんねんけど。全然音ならへんねんけど。こんなんで応援できるかい。遠くのテニスとかやってる子をこんな音で。でもちっちゃい子がやってたら可愛いみたいな感じなんじゃん。そういうこと。もっと開く。え、確かにもっと開く。え、でもさ第2弾のおもちゃが始まってんやったら教えてほしかった。もっと欲しかった。このおしぼりケースが欲しいんよ。これこれが欲しいね。どれ、おしぼりケース。ああ言ってたやつ。この双眼鏡も欲しい。いらんやろ。え、かわいいやん。何にするん双眼鏡。なんか K-POP のライブ行った時とか。え、これってガチの双眼鏡なんかな、うん、なんか中にさ写真入っててさ、なんかカチャカチャカチャってやるバージョンもあるやん。ガチの双眼鏡。あ、そうなの、うん、なんで知ってんねん。え、ちゃんと動画見たもん、おもちゃ双眼。知らないけど。え、なんか楽しくなってきた。9月27日からって書いてたけど、これ入れる人間違ってない、スタッフさん。え、今10月やで。あ、じゃあ始まってるやん。始まってるわ。ミスったー。勘違いしてたな。もう今日全部ハッピーセットにすればよかった。なんか最初そのつもりだったんだよね。うん、でもなんか第1弾が結構おもんなさそうなおもちゃやったから、うん、1個だけでええかっていうふうにやったんやけど、ミスったー。頼んだらハッピーセット。今もうええでしょ。え、すごっ。すごってない。え、嬉しい。なんかキティちゃんに縁あるの。うん、だってキティが今年50周年やねん。だからいろんなとことコラボしてんねん。そう、なんか今日のポテト塩っぽくて好き。わかる。ええやん今日のフライヤー。うん、誰フライヤーの人。誰やろな。電話してみる、うん、今日のフライヤーの人誰ですか。ちょっと変わってもらっていいですかって言って、めっちゃ切れた感じで言って、めっちゃ美味しい。めっちゃしい。それ迷惑な曲、うん、なんか最近、うん、ほんまに太ってきて、特にお腹がやばい。私顔、うん、俺も顔もやばいけど、俺と同い年の友達おるやん、うん、その同い年の友達の写真がこの間カメラロー出てきた時に、あいつもめっちゃ太ってて。え、そうなん。うん、
ガリガリやった昔の写真。え、そうやっけ。だからもうね、この年から多分太りやすいと思う。え、あんた26今になったばっかり。あ、じゃあやばいや。25ぐらいから、うん、気づかへんねんけど蓄積されてて、しかもあの落ちづらくなってくるからどんどんで26からいきなりもう目に見えてわかるぐらいなんか感じる。ちょっと待って、またここ切れてる。また痛そう。やばい。なんだその言い方。何じゃあね、これ前治るまでにさ、これめっちゃ時間かかったんよ。確かにかかってたな。やばいから。え、なんか寒くなってきてるからじゃない、乾燥してるんじゃない、そういうこと。え、めっちゃ寒ない、みんな今。やばいよな、めっちゃ冬やねんけど。昨日とかさ、うん、昨日とかさ、あのイベント会場入って出た瞬間死ぬほど寒かったやん。わかる。今日さ、なんていうの、今年の秋冬初めてのこのジェラピケを初めて着た。だからもう中羽毛のやつ着てる、うん、昨日まで半袖とかで寝とったのに、うん、クーラーもつけてないね。うん、え、待って、カリカリポテトめっちゃある。うん、わかる。嬉しい。マジ絶対今日電話しよう。感謝、うん、感謝伝えよう。うん、マジてめえが作るポテトがいっちゃん最高だぜって一生作っとけ、マジポテト、それだけでみんな幸せになれるって言って、最高って言って切ろう。最高。昨日からハマってんねんな。うん、最高。マクド、え、今度さあれやろうよ、マクド、あ、マクドのバーガー、モスバーガー、ケンタッキーのバーガー、バーガーキングとか、バーガーキングとか、バーガーパーティーしようよ。うん、もう別にサイドはいらん、バーガーパーしよう。バーガーパーめっちゃいいやん。バーガーバーガー、うん、ガバババ、え、ん、バ、バーガーもうええんじゃん、バーガーパー、うん今のはもうええでしょやろ。もうええでしょ。ディメイジ見てないのに。まだ2話の始め。あれから進んでない。ヒットしてる。でも死ぬほど面白いね。普通に。1話だけでも。うん、急に話変わんねんけど、なんか昨日銀座まで行ったやん、こういうイベントがあって。うん、でなんか。ふと思ってんな、友達とも話しててんけど、もう十何年東京で活動してる友達やってんけど、うん、友達とも話して、なんか東京にずっと住んで、もう今月末で1年経つねんけど、東京に住んでるって感覚なくない？ない。ずっとなんかこう東京にいるって感覚じゃない、うん、なんかわかる、なんか言いたい、わかる、めっちゃわかる。あの世話しないからじゃない、多分東京っていう街があって、世話しないって使い方ってる、うん、忙しい、なんかなんかわかる、うん、ずーっと動いてる都市じゃん、うん、東京って。だからじゃない、なんかずっと東京にいるっていう感覚で、それ十何年東京おる友達もそれめっちゃわかるって言ってた。東京ってすごいな、普通に。大阪がいい。大阪好きだよ、高も。だから仕事に、仕事がたくさんある場所が東京、うん、って感じ。仕事、人、場所、うん、機会、目的が多い東京は。だから田舎行ったい、なんか山とか川とかあるさ、田舎に行きたい。住みたいってこと？うん、うん、俺は絶対無理やわ。じゃあもう別居だね。遠距離別居になっちゃう。重そこまでしてまで別居したい。ザリガニ釣りとかしたい。何が別に、なんか家族で、うん、あの TikTok で流れてきたんだけど、うん、家族でそのザリガニ釣りしに行ってる人たちとか、うん、そのアリ地獄とを探して育てるとか、うん、やってる家系があるんだけど、うん、もういいなって思って、だからこういうのあめっちゃ憧れるわって思う。沖縄出身やったらそう思うかもな、やっぱり自然かなのところで。小指舐める人嫌い？みんな
大丈夫？いや俺さっきからめちゃめちゃ舐めとっ舐めてんねんけどなんかいるじゃんたまに、うわっみたいな、なんかあれは嫌、なんかうわっだっけだよそういうの。でもごめんね、あのマクドさん本当にごめんなさい、今まであのずっとマクド大好き、マクド案件くださいとか言ってるけど、だから本当に好きなのはモスバーガーなんです。俺が一番好きなのはフレッシュネスバーガーなんです。もうでも案件くれないからもういい。たまにしか食べへんよな、そう、うん、ご褒美みたいな感じで。そうそうそう、ちょっと高いもんな、うん、一番こうお食事させていただいてるのはマクド。はい、全然あのまずいってわけではないでしょ、うん、全然。でも一番好きなのはあのフレッシュネスバーガー、私はモスバーガーでもあのバーガー、このモスバーガーは全体的に好きなのよ、うん、でもあのバーガーとして好きなのはあの KFC の、食べたことない、あのカツサンド、カツサンドバーガーみたいな、カツサンバーガーみたいなのあんねんけど、うん、それが死ぬほど美味しい。だから今まで食べた、バーガー界の中で一番好き俺バーガー界の中で一番好きなバーガーはフレッシュネスバーガーのなんか塩レモンチキンバーガー。うわめっちゃうまいやん、やばい普通に。で普通にって何、注文入ってからチキン焼くねんうんうんうん、うまいよ普通に。レストランもうで沖縄のさバーガー屋さん好きじゃん、あの海外っぽいバーガー好き、海外のさ、うん、まあ好きだけどフレッシュネスバーガー別にめっちゃ海外のなんかジャンキーみたいな感じではない。またちゃうねや、うん、昨日だから電車で銀座行ってる時に、うん、なんかこう4人でおったから友達 で、うん、で今度なんかおしゃれなランチしに行かへんみたいな、インスタ映えでプラスちょっとおしゃれな美味しいランチ食べようやっ、うんうん、てこうみんなでインスタでこう探してる時にもうやばいのよ、 TikTok とかインスタで、うん、なんか東京ランチとかで調べたらもう美味しそうなもうご飯の写真がもういっぱい出てきて、うんうん、これ食べていいよ。俺今まで食に興味なかった人間やねん若い頃とか、うんうんうん、なんか美味しいもの食べに行きたいとか食べたいとかなかったのに、うん、もう最近やばいやん、大人になると食の喜びを感じ始める。わかる、食って大事だなって思うよな、うん、教えば。え、俺らさ別に舌が超えてるわけじゃないのね、あの安い食べ物も好きだし、うん、そんなにマクドやったりサイズやったりガストとかやったり、うん、何でも好き、こっち系好きじゃんめちゃくちゃ、うん、でも高いやつもたまには食べたく、いやそうでもないな、俺もな、そうでもないな、なんか再生とかでいいもんな、なんか高い焼肉行こうとか言われてもテンション上がらへんもん、うん、確かに上がらんかも。ごめん、俺らさなんかまずいってあんま感じないんだよね、そのなんかうん、うん、まずってな、あんまなったことないよな、うんうんうん、ないないよな、ほんまにない、なんでも美味しいもんな辛すぎるとかさ、そういうのあるよ、うんうんうん、まずはあんまない、うん、辛、苦とかそういうさ、あの感じはあるけど、まずってならんくない？でも別にまずって思う人ってなんなん、どういうあれなんやろな、感じたい、俺も嫌いなものとかいう体じゃないで、たかしいたけ苦手だけど、まずいとは思わないもん、うん、うわ、苦手ってことになる、あ、苦手がまずいなんかな、かもな。で嫌いな人、嫌いなものないねん俺、嫌いな食べ物、うんうん、ないねんけど、多分ない人でもさまずとかって言う人っておるやん、うん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 、だって食べたいもの頼んでんのにまずって言うわけやから、うん、その感覚一回味わってみたい、分からへん、うん、まずいって。え、ごめん、なんか最後に映画の話していい？うん、あのさ映画、あの石原さとみのやつなんだっけ、ま、ミッシング、ミッシングを見てほしい、なんかしんどってなるよ、しかも最後それで終わるんやっていう、うん、結末がすごかったわ、うん、え、マザーも見たいね、いやマザーはマジで見てほしい、てか泣きたいちょっとなんか大丈夫なんでなん、え、でも分かるよ、ちょっと悲しくなりたい、分かる分かる、映画とか見て入りたいよな、なんか、うん、ちょっとそのモード入りたい分かる分かる、だからだってさっきその何シンが
ウーバー来るまで、うん、にさあのヒロアカを見てたんですよ、うん、ヒロアカ途中でも大号泣した。嘘、最新までうだれな。あと最近もう最悪、動画の最初とかに言えばよかった。何最近もうなんかめっちゃチャラいことしたくてずっと言ってる。本当になんかあのヤリラフィーが踊るさ、なんかこういう横揺れダンスあるやんの使われる曲、うん、が流れてるようなクラブとかにマジで行ってみたい。もう DJ 始めてから、うん、あのおしゃれ何年も経つんかな、もう7年ぐらい経つんかな、うん、DJ 始めてから。でもクラブに行かなくなっちゃったのね。なんかおしゃれなクラブは行くけどね。そうだから今仕事以外でクラブに行くことがないから、うん、もうバカチャラいアホみたいなクラブに今めっちゃ行きたくて。あの友達と行ってたからクラブとか苦手だから横揺れ習得したい。でもヤンキーたちもあれ練習してるって考えたら可愛いよね。ちょっと日本人かもなんかちゃうけどなちょっとはい、ということで今日は目も覚めてきたので、お仕事お仕事お仕事人生ということで頑張りましょうか。はい、頑張りたいと思います。はいはい、せーの、バイバーイ。